早速ですけど、これ分かりますか皆さん。木村さんの番組に出た時にいただいた木村さんのデザインの T シャツです。やばいっす。半端ないっす。感動もひとしお。舐めるならソルト。で、収録の時の玉木さんのモップさんがふわーっとしてやばいっていう時に、玉木さんが対抗届を出してもらおうかって言った時、すげえ面白かったやーべえ面白いと思ってでね、俺はね、あそこ参加できなかったのはなんか入れなかった1回目はもう玉木さんなんだけど、2回目の最後の時に入れたなと思って、でも入る時のあれがなくて、武器が帰り際にあれすっげえ失敗して、やっぱりお前対抗届を出してもらおうって言った時に、俺がパパってグランメゾンの格好してたからね、入ってて、いやそんなことよりさ、この3人でグランメゾン東京を開くっていうのはどう？で、ってやるのが正解だったなって思いながら、反省して帰った及川光博さんのネタ、グランメゾン東京の真似をしようとしたんですけど、飛びました。その時の顔も込みで見ていただければと思います。及川光博さんと木村拓哉さんのグランメゾン。あいさチョコにナスっていうアイディアは俺にやんかわらおばなあ、え、あ、飛びましたっていう感じで、これ本当に飛びました。ナスにチョコっていうアイディアっていうところ、チョコにナスっていうアイディアって言ったところと、あと握手したのはオバナだったんですけど、なぜか俺が及川光博さんの相沢でこうやって手をこうやってやっちゃってて、まあ、あの辺でね飛んでました。ぜひ見てほしいです。東京 FM をキーステーションに38局ネットでお送りする木村拓哉のフローサポーテッドバイケア、見てちょんまげ。あ、次出るじゃないですか、うん、出た時に出るか分かんないけどね、まあ、夢を叶えてくれる、もし出れたら、うん、木村さんに言えないけど木村さんにしてほしいこととかありますか？なんか木村さんに言えないけど木村さんに、なんか言いにくいこともあるじゃないですか、なんかお願いしにくいことめちゃくちゃあるじゃないですか、多分もう自分のその自制心とかがなくなった状態になったら何をしてほしいのかなと思って、単純にメガネ欲しいですあーで俺やっぱねめっちゃ悔しかったの、あれめっちゃ悔しいというかめっちゃ嬉しかったのよ。オンエア見てる方は多分いると思うんであれですけど、木村さんが冒頭にマジで言ったから1位になったら、じゃあこれ松岡さんもそうだったの。松岡さんもモノマネした時に、俺が松岡さんのマネした時に、うん、やるねって言ってくれて、でその後松岡さんがオムライスちょっとメガネ見せてって、あ、これで俺のモノマネやってんだ、今後俺のモノマネするんだったらこれ使いなって言ってくれて、はい、使ってたやつをくれたわけですよ。あの時の衝撃強いんだけど、だからそれだよね、もうかっこいいスターってやるのよ。そういうことをさらっとやっちゃうんですね。そうやるの。もう俺その時点でもう木村さんは勝った時には多分あとじゃあとこれもってくれるよって思い込んじゃったから、もうその強みがもう強すぎて決まりました。1位はで、玉木さんのことって見てた時に、俺はあ、絶対俺来ると思ってちょっともう予想してました。村瀬くん、うわーって本当に来たと思ってあ、木村さん絶対これ木村さんモードだ木村さんモード来た、木村さんモードやった、やっぱなプラス3つでメガネもらえると思って、そしたらメガネはね、なかったこれは俺がもう単純にもうもらえるもんだと思い込んでたから間違えてたんだけど、後で本当に堀さんにマジで、ま、俺お前あの時マジで何言ってんだと思ったよって言われて、俺もう気づかなかったの、もらえるもんだと思ってたから、次のチャンスでっていうあるかもしれないことかもしれないですし、このギャオが放送されるのが先か次の収録が先かちょっとまだ分かってないからあれなんですけど、一応僕5月11日誕生日です。いや、なんでくださいじゃないですよいや、なんかね、くださいっていうあれもなんだけど、なんか単純になんかこうモノマネしてる時にさ、木村さんのやつとかをかけてたらさ、なんかパワーが出そうだなっていうのが、まあまあそうですね、本物じゃんこれ、松岡、ね、さんのマネしてる時も、はい、なんかねこれやってる時やっぱ本物だなって、あのね、スイッチ入るの、メガネ痛むから収録の時っていうふうに決めてるんだけど、松岡さんのメガネ使って、はい、
やっぱね、スイッチの入り方が違うんだよね。別に気持ちの変化全くないんだけど、パチって入るから。別に本当に私物が欲しいとか、まあもちろんちょっとあるんだけど、物まね芸人としてもなんかスイッチ入るなと思うんですよね。だから、今一番叶えたい夢、それかもしれないですね。メガネが欲しい。メガネが欲しいですね。ワンチャンスを歌って、途中からなんか木村さんが参加されたじゃないですか。あの時の鳥肌だったらなかったですよ。僕の後に木村さんが歌ってくれたんですよ。何にも振り返らずにやってきたつもりだけど、ここでちょっと気持ちちょっと軌道修正、立ち止まって疑って視点を変えて、ワンチャンス、ワンチャンス、昇天しました。いやー嬉しかったっすね。よくスマスマで見た木村さんの方にこうやって傾こうかと思いましたもん。こうやってパテーションがあったんですけど。なんちゅう格好してんの。花より、ちょっと待って。かんない。緊張します。緊張してる。もしかしたら本人も見てるかもしれないし。いやだ、そうですね、可能性はありますけど。ありがとうございます。本番だから。そうですね、はい、本番で。なんちゅう格好してんの。いや、花嫁衣装よりマシでしょ。みやみ、みやみさん、みやみーせなー、一緒にボストン行こう。いや、はいわ。いや、はいって言われるとキスよ。まわれまわれメリゴ。次回もあれば。でも本当に緊張するから 2、3年に1回お会いできたらすごくテンションが上がると思います。そんなにすごいスパンで会いすぎると命が縮まる。命が縮まる。プレッシャーとかがかかってくるの早いよっていうことですよね。いや緊張するんです。まあ、だからスマップさんっていうのが自分の中で偉大なんでしょうね。多分小学校のなんか小中の憧れがそう強いから。全員はもうお会いしたんですか。木村さん、まあ、今回お会いしたし、今回2回目だし、7人のメンバーは前回初めて。そうですね、はい、中井さんは収録はないね。あ、収録はない。でも「身になる図書館」の前説をもう3年ぐらいやってたんで、だからお会いしたことはあるし、あと収録ではガキ使の笑ってはいけない、あ、ガキ使の笑ってはいけないで、僕ニセスマップの木村さん役をやったので、その時に初めてお会いはしてますけど、でも例えば今回で木村さんとか、のようにこうネタをとかはない。だからね、こう今年の目標はだからそれもあるよね。中井さんに、中井さんの前でもネタやるとか、はあはあ、ってなったら、まあ、まず一つの目標は達成したかなと思う。ちっちゃい頃夢に描いた、ね、芸能界を目指した時にやりたかったこと。いいっすね。半端じゃないですよ。心臓バクバクですよ。ハートバクバク。